どうですか、やっぱりこう競技人口も増えて、うん、いろんな、まあ、大会もで JBBF 以外の、ね、団体もできて、うん、まあ、すごいこう競技自体が増えてこうトレーニングする人が増えるっていうのはすごいありがたい、いいことだと思うんですけど、どうしてもやっぱりこうドーピングっていうのがだんだん蔓延しちゃってっていうのはあるかと思うんですけど、うん、お子さんにとってやっぱりこう自分の力以外で筋肉を得るっていうのはどうですか、うん、まあ、だからなんていうの、まあ、ドラッグ使ってさ、うん、つけて何が楽しいのかなっていう、うん、結局まあドラッグユーザーっていうのは日本でやってもさ、うん、あんまメリットないじゃん、まあそうですね、別にそれでね、まあ、飯食えるわけでもない、まあ、目立つっていうだけですよね、目立つっていうだけで、うん、ね、うん、もう見りゃすぐこいつ使ってんなって分かるけども、うん、結局はそのそうならな、ならないで体を作った方が、うん、もうはるかに、うん、こう自分の自信になるし、うん、でドラッグユーザーもね見て、うん、あ、あんなトレーニングできねえなって、うん、まあ、まあそういう目で見てると思うんですけど、そうそう、だからナチュラルでこうやって作ればもうどこに行っても恥ずかしくない、そうですね、うん、だからね、まあ俺は月報でもね、うん、話はしてるけども、大会でねダブルバイ取ってさ、入選ビューンって出ちゃってさ、それがお前かっこいいのかっていうことだよね、うん、そんな体見て、だからその内臓肥大したりとかもねしてね、そういうよう体をね、あなたたちは目指してるのっていうこと、だからドーピングに対してね、そこまで金使ってさ、うん、だから何が楽しいのかなっていうことだよね、うん、でもなんかやっぱり若い子たちにとっての影響力のある人だとかがやっぱりそういうね、ちょっと匂いがするような感じが最近ね、うん、まあ、あの多いと思うんですけど、うん、そうなんかこう、うん、その辺のこう、まあ、我々からするとこうちょっとこう悲しいところではあるんですけど、うん、皆さん見る目はないじゃないですかそこ、まあそうだね、僕らだからこそ分かるところってあるじゃないですか、うんうんうん、そういうところはなんかこう、だからその、まあ、ドラッグ進める方っていうのもさ、うん、やっぱり最終的に自分たちの利益みたいな感じで、うん、まあいろいろね、いろんなことしてるけども、うん、まあ YouTube でも一番最初に前面に、ね、うん、出てくるんだけど、うん、まあ、出てくるけどね。だからそういう人たちこそ、はい、何ダメなんか出てきますっけ、なんか出てくるんじゃないの、俺もあんま見ねえけどと思う。聞くとみんな一番最初に出てくる、みんな出てくる。ああ、僕も聞きますけど ね。僕の見てると出てくるっていうのはよく聞きます、うん、だからそういう人たちが全部、だからもう商売っ気すげえから、うん、まあね、そうです。だからドーピングに対しても合う合わないあるからね、はい、全員が使えばでかくなるかって、まあ、それないじゃん、うん、使ってこれかっていうやつばっかり、まあそうですね、逆に、はい、そういうの多いでしょ、うん、お前使って金かけてこの体なのっていう、なんか使い損のやつがほとんどなんで、うん、ね、だからそういうのもだから考えてさ、はい、やらないとね、つうことですよ。使い損のやつが多すぎてたから、